さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りまし。それじゃあ出張行ってくる、留守は頼むぞ。気をつけてね、タイガ君。たった2日だけど寂しくなるね。大丈夫ですよ、ちゃんと毎日連絡しますから。ゆうた、お前男の子なんだからママを逆に守ってあげるんだぞ。バーブ、ご主人くれぐれも夜のお店には気をつけてくださいわ。浮気したら殺すにゃ。余計な心配はしなくていい。それじゃ出張行ってきます。よしゆうた、パパが出張中、ママと一緒にお利口さんにしとこうね。よし、洗濯物も終わり。あとはゆうたにミルク飲ませて寝てくれたらいいんだけど。ゆうた、ミルク飲む時間だよ。バブ、ごくごく。すごいゆうた、自分から飲むようになったの。さすがゆうた、日頃の行いをよく観察しているにゃ。本当に頭がいい子ですわ。はあ、ねむねむバブ。ミルク飲んだら眠くなったのね。それじゃあちょっとお昼寝しようね。すやーすやー。よーし、ゆうたも寝たし、今から私の自由時間ね。にゃーすけ、太郎くん、ちょっとお願いがあるんだけど、ゆうたが起きたら教えてくれる？了解しましたにゃ。それじゃあ私、2階の自分の部屋に少しだけいるから、何かあったら教えてね。よし、めちゃくちゃ久しぶりにやるぞ。母親になっても弟シリーズへの愛は変わらない。うわ、ちょっとやってない間にアップデートいっぱい来てる。うわ、弟キャラ新しいのかわいい。ゆうたももう少し大きくなったらこのぐらいになるのかな。ダメダメ、このゲームしてる時だけ誰にも見せられない顔になってる。タイガくんの出張中に弟シリーズの新章をクリアしようとしているみずきちゃんなのであった。バブ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 。タイガくんにはちょっぴり悪いけど、晩ご飯も用意しなくていいし楽だな。まあもちろんちょっと寂しいけどね。あ、タイガくんからだ。もしもし、タイガくん、どう？初めての出張は。こっちは大丈夫ですよ。現場の人たちもすごく優しくって助かってます。みずきもちゃんと夜は戸締まりして寝るんだぞ。ま、みずきのことだから変な人が入ってきたとしても追い返しそうだけどな。ちょっとタイガくん、一応私女の子なんですけど。それじゃあ明日も頑張ってね。おやすみなさい。さてと、ゆうた、そろそろおねんねしよっか。バーブー。それじゃあ太郎とニャンスケくんもおやすみ。おやすみなさい、ご主人。はあ、バーブバーブ。いっぱい体動かしていたから疲れたでしょ。ゆっくり寝なさい。すやーすやー。よし、タイガくんの電話も終わったし、ユータも寝たし、私の夜はまだまだこれから。弟シリーズクリアするぞ。へへへ、みーちゃんとか呼ばれちゃった。10個以上離れてるくせに生意気言いやがって、この子の。だがそれでいい、いやそれがいい。ふっ、のんきにゲームなどしておる。あいつも落ちたものよの。ボス、あの程度だったら玄関から堂々と入っても大丈夫なんじゃないですか。いや、侮るんではない。あいつは凄腕の殺し屋だったからな。作戦通り3方向に分かれて侵入しろ。よし、結構進んだ。もうちょっとでクリアできそう。その前にお手洗いお手洗い。やっぱり最終回目前は集中してみないとね。あれ、今水の音がした。風呂場の水滴が落ちただけ。でもなんか違和感がある。誰かいる？やっぱり気のせいかな、誰もいない。そりゃそうか、タイガくんは出張に行ってるわけだし、他に誰かいるって言ったら太郎とニャースケとユータだけだし、私の気にしすぎだよね。もらった。はっ！うわっ、分かってたのか。あなた何者？何が目的なの？ここから出られると思うなよ。まずい、絶対こいつ一人じゃない。とにかくユータと一緒に行動しないと。あ、パープ、
ゆうた、眠いのにごめんね。ちょっとだけママに付き合ってね。そうだ、にゃーすけと太郎くんがいるからきっと何かしら反応はしてるはず。あの煙は催涙弾？こんなことまでしてくるなんて、相手はプロの暗殺者ね。ゆうた、ごめんね。ママが元殺し屋なばっかりにこんな目に遭わせてしまって。でも必ずあなたのことは守るから。あーぶん。まだ煙が巻かれている状態ということは1階にいる可能性は低い。となると一人はあそこか。でも敵が何人いるかわからないまま突っ込んでいくのは無謀ね。相手の死角になりそうなところ、あそこだ。おい、2階でこいつやられてたぞ。すまねえ、油断した。でもあいつはもう2階にはいねえ。なんだと？1階には絶対いねえはずだ。あいつどこ行ったんだ？ゆうた、絶対声を出しちゃダメよ。物音も立てちゃダメ。このままここでやり過ごせたらいいんだけど。ほう、そっちに飛び移っておったか。さすがじゃな、水木よ。その声は。ボス。久しいな、水木。お前がいなくなって寂しかったところじゃ。一体何しに来たんですか？私は正式に組織を抜けたはずです。もう殺し屋なんかじゃない。ただの一般人なんですよ。水木よ、お前を殺し屋に仕立て上げたのはわしじゃ。だがそれと同時にお前を育てたのもわしじゃ。情けでお前を組織から抜けさせてやったが、後継者が必要なんじゃ。悪いがその息子もらっていくぞ。何言ってるんですか。まさかユウタを殺し屋に仕立て上げるつもり？そんなこと絶対私が許さない。え、いつの間に？ふ、反射神経が鈍ったな、水木よ。お前ではこの息子は守れん。なあに、心配するな。わしが一流の殺し屋に育て上げてみせる。ボス、私がこのまま黙って見過ごすと思ってるんですか？その子は私の命に代えても絶対守る。ボス、どうしますか？死なない程度に縛り上げろ。バーブ。じゃあな、水木、達者でな。ん？この音は警察？誰が呼んだ？バーブ。何？こやつ、スマホをいじったというのか？すみません、通報されましたよね。開けてください。ぐぬぬぬ、仕方ない。ここは退散だ。水木、覚えておけよ。必ずその子をいただきに来る。大丈夫ですか？お怪我ありませんか？まあまあ。はあ、ゆうた、よかった。平和だった結城ファミリーにじわじわと危険が近づいているのでした。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。